につつみは中華人民共和国庫南小株ブ市に位置する四か区。く。津つ区みくは1997年5月31日、株ブ市内の区画調整により設立した。この時のにつつみは、元の東区の月津つみ、うばら、み、総か橋の三つの街道、元の高区の名寺ら新民、伝心、そ豊の三つの村を除いたにつつみ式。 朝米の三つの里と四道式基地の菜園、東流、三島の三つの村から構成された。同年七月、四日区と行政区画の調整がさらに行われた。津堤区の東の境界線は、カブス市と調査市の境界及び元の広区と、カブス県の境界都市、南はメーテル里と県令号を境界線とし、西は江光線及び白石港川を、 境界線とし、北は、長平橋と、雲田号を境界線とした。8月1日に包み区政府が正式に成立し、区政府の所在地は、新川津町、すなわち元の東区の政府所在地となった。1997年に包み区が成立すると、にみ区は月、包み街道、草加橋街道、宇ばら、包み街道、名てる里、仙座と に包み号の三つの街道と三つの里を管轄することになった。2001年には区内の行政区画の調整が行われ、長平橋、メーテル里がもともと管轄していた19の行政村を15の行政村に減少し、に包み式がもともと管轄した5つの行政村を13の行政村に増加させた。月包み、うばら、 津つみの二つの街道の行政区域は新たに区画調整がされた。新しい区画制度は10月1日より開始された。12月18日には長兵橋が廃止され、1鎮が設置された。その結果につつみ区には一つの鎮、二つの里、三つの街道、43の行政村、46の居民委員会の構成となった。2005年1月24日、 区内の行政区間の調整が行われ、に包つつみ式里が廃止され、金山街道と経過街道の二つが設置された。また、仙鎮とメーテル里及び草加街道の管轄範囲が調整された。結果として、に包つつみ式里が廃止され、元のに包つつみ式里のうち、金針山、太陽、に包つつみ式、新しつつみ葉、経過、大家霊、新村、 天台の八つの県政村が草加街道に編入された。元の二つ積み里のうち、龍州、星星、大宝、新市、桐り薩棒は、メーテル里に編入された。メーテル里と草加橋街道にある県政村は、草加橋街道に編入された。メーテル里の卒下、桃源の二つの県政村は、仙鎮に編入された。二つ積み区は、 カブス市の北東に位置し、東は流用市、南東部は駆逐に接し、南西部は足小区と接し、北西部は石峰区と接する。ありがとうございます。